ということで残念だけどいっぱい。おはようございます。おはようございます。ついに7時台に動けて嬉しいです。朝ごはんに行きます。今日の朝ごはんもちょっと軽めにしました。いただきます。いただきます。お疲れ様でした。美味しかったです。ちょっと Wi-Fi がつながるところでのんびり作業します。ピザレストランを明日予約しました。お部屋もそうなんですが、こんな感じで天井が高くてすごく広く感じます。作業終わって帰宅。ついに動き始めました。ついに出かけます。ねえ、一緒に泳ごう。泳ごうよ。で泳ぐぞ。出ました。水温が高すぎて、低すぎて寒いです。凍えそう。トイレから帰ってきました。お昼ご飯行きます。ご飯会場に来ました。いただきます。今日はこんな感じのご飯にしました。野菜多め。いただきます。今2人してルッコラにハマっています。お米にも味ついてる。ビリヤードします。こちらの女性、指に怪我を負いましたが勝ちました。プールに戻ってきました。プール満喫しました。海の方に行きます。本日もこちら戦います。お、くっついてる。2人のスタッフにペタングでボロ負けしました。ということで残念だけどいっぱい。今日もポテト食べます。ももかが持ってきてくれました。水もありがとう。なんと自分たちが知らなかったけどもう一個プールがありました。滑り台もある。桟橋渡って海の端っこまで行きます。ちなみにこの海にはジュゴンとウミガメがいるらしいです。見たい。ちょっとカメラ越しじゃ見にくいかもしれないけど、黒黄色だったり緑色の魚とか見えます。わー、来た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 。行けるところの端っこまで来ました。こっち側の水は結構透き通ってて下が見える感じで、サンゴがいっぱいある。こっちは真っ青、きれい。魚魚魚。おー、すごい、ウツボです。本物。どこ行ってんの。ウツボって入ってくの。そうですよ。知らなかった。あ、出てきたよ、出てきたよ、出てきたよ。わあ、すごい。美味しいのかな。俺ウツボ食ったことないんだよね。うなぎ食べたい。俺アレちゃんとこのうなぎ食べてみたい。ウツボとうなぎは違う。それ違う、知ってるけど。すごい。お部屋に帰ってきました。ベッドメイキングで白鳥さんが、白鳥さんがやってたし、私のこの T シャツも一緒にアレンジにしてくれた。すごい。シャワー浴びてました。出かけます。何それ。今日もちょっとだけ違うメニューでした。いただきます。ふわふわ。ホテルロビーでのんびりします。本日1杯目、
本日2杯目でした。美味しいね。帰ってきました。寝ちゃった。ちょっと早いけども眠いので寝ます。おやすみなさい。